こんばんは。ウィークリー千葉県、小杉真希です。麻生千恵です。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組のおしまいにはプレゼントのお知らせもありますのでお楽しみに。まずは今週の千葉県の主な出来事からお伝えします。23日月曜日、令和4年度成田空港活用協議会総会が千葉市内で開かれました。協議会は2013年に設立、成田空港を生かして県内経済の活性化を目指す組織で、県内企業や市町村など143団体が会員となっています。総会では成田空港の第三滑走路や圏央道の整備といった空港周辺の環境の変化などを踏まえ、協議会の活動期間を10年間延長することなどが決まりました。続いて県からのお知らせです。県では現在開設している千葉県新型コロナワクチン追加接種センターでの3回目接種を6月25日まで延長します。接種の対象となるのはご覧の要件をすべて満たす方です。会場は JR 津田沼駅から徒歩2分の複合商業施設森市屋津田沼です。お車でお越しの方は有料駐車場をご利用ください。6月からはモデルナ社製ワクチンの接種は18歳以上の方を対象に毎週金曜日に実施します。またファイザー社製ワクチンの接種は対象を12歳以上、上限年齢なしに拡大し毎週土曜日に実施します。受付時間内に来場すれば予約なしでも接種できますが、事前に予約されている方が優先となりますのでご了承ください。受付時間や予約方法など詳しくは千葉県追加接種センターで検索いただくか、コールセンター0120-540-197までお電話ください。以上、県からのお知らせでした。続いて特集、ちえちゃんのリポートです。はい、今週は習志野のバラと干潟と題してお送りします。バラと干潟いいですね。春バラは今が一番綺麗な時期ですものね。そうですね。千葉県には数多くのバラ園があり、それぞれの特徴を生かして訪れる人々を楽しませてくれています。今回は習志野市の八つバラ園に伺ってきましたのでご覧ください。京成線八つ駅から歩いておよそ5分のところにある八つバラ園。およそ12,600平方メートルの敷地内で800種7500株のバラを見ることができます。名花、名品種と呼ばれるものや歴史的に優れた価値を持つ品種が多くあり、訪れた人を楽しませています。今回は特別に八つバラ園の管理を行っている豊村さんに案内していただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、バラの見頃はいつ頃でしょうか？はい、今年はですね、外気温が意外と低かったものですから、6月の中旬頃までお花を楽しんでいただけるんではないかと思っております。またこの期間は早咲き品種と遅咲き品種とありますので、花も徐々に咲いていきますので、見ごろが続くと思っております。こちら珍しい色をしていますね。はい、こちらの品種が、ローズ50習志野と言いまして、習志野市の市制50周年を記念して平成16年度に作られましたオリジナルの品種となります。そうなんですね、可愛らしいですね。そういえばここのバラは全体的に背が低いような印象がありますね。はい、こちらのバラはですね、 SNS に写真を上げていただけますように、バラがこう覗き込みやすくなるように生育の方、高さの方を揃えさせていただいています。それが当バラ園の特徴の一つとなってます。なるほど、さまざまな工夫をしているんですね。こちらはどんなコーナーですか？はい、こちらはですね、バラの香りに特徴があるものを集めたコーナーになりまして、はい、香りの庭コーナーと言います。どんな香りがあるんですか？ダマスク系、スパイシー系と揃ってます。いろいろな香りがあるんですね。はい、そうです。それでは麻生さん、はい、こちらのバラの匂いを嗅いでみてください。はい、では
上品で優しい甘い香りがします。なんだかこの香りを嗅いでいたら甘いものが食べたくなっちゃいました。それでしたら入り口にあります特設の売店コーナーがありますので、そちらを見ていただければ美味しいものが見つかるかもしれません。わかりました。こんにちは、はい、こちらでスイーツが食べられると聞きました。はい、こちらの方でバラのアイスクリームを販売させていただいております。では一つください。はい、少々お待ちください。はい、こちらがバラのアイスクリームです。どうぞ。わー、薄いピンク色の見た目で可愛いですね。こちらはこの八つバラ園を設計されたミスターローズと言われた鈴木製造先生がテイスターとなって作った本物のバラのアイスクリームなんですよ。来場者の2人に1人が食べるという大人気商品でございます。では早速いただきます。バラの上品な香りが口いっぱいに広がります。なんだかまるでバラに包まれているような、そんな気分ですね。またこちらの特設売店では習志野市のふるさと産品認定品のバラの花ジャム、バラ羊羹、焼きドーナツの販売のほか、数量限定で手作りのバラの上生菓子を乗せたパフェも楽しむことができます。八つバラ園にお出かけの際にはぜひお立ち寄りください。バラ満開でしたね。はい、とっても綺麗でした。バラ園は6月30日まで、売店は6月中旬頃まで無休で営業するそうです。さて、ちえちゃん、もう一つのテーマは干潟でしたね。はい、2つ目のスポットは八つ干潟です。八つ干潟の見どころや楽しみ方をご紹介します。八つ干潟は東京湾に残されたおよそ40ヘクタールの干潟で、1993年には国際的に重要な湿地、ラムサール条約登録湿地に認定されました。シベリアやオーストラリアなど南北の国を行き来する渡り鳥の中継地となっていて、干潟の南側には野鳥観察や環境学習が行える八つ干潟自然観察センターがあります。広報の小山さんに案内していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速見ていきましょう。はい、はい、麻生さん、はい、ちょっとここ覗いてみてください。いましたか。いました。おお、はい、この鳥はシギの仲間ですね。はい、はい、キアシシギという名前の鳥です。あ、足が黄色いですね。そうなんですよね、黄色い足をしているのでキアシシギですね。実は八つ干潟に来てからこの先ですね、6月入るとシベリアの方に渡っていきます。シベリアが繁殖地なんです。あ、そうなんです。今水飲みましたね。あ、ね、かわいい。はい、でまたね、子育てが終わるとまた八つ干潟に8月ぐらいに戻ってきます。自然観察センターには館内の案内や野鳥観察の手引きをしてくれるレンジャーが常駐しています。また館内で野鳥観察をする方に向けて無料で双眼鏡の貸し出しも行っています。いやー、意外と館内でも野鳥の様子が見られるものですね。そうですね、外に行くともっと面白いですよ。本当ですか。ぜひ行ってみたいです。特別に遊歩道からの野鳥観察を案内していただきました。麻生さん、はい、ちょっとあそこら辺ですね、ちょっと双眼鏡で覗いてみてください。はい、この鳥はですね、カワウという鳥です。カワウ、はい、でこの鳥はどっちかというと体の後ろの方に足があります。これはですね、実は水の中に潜って魚を追っかけて食事をする鳥なんですね。なので重心が後ろの方にちょっとついています。普段あまり見ないような野鳥が見られてとっても楽
しかったです。新鮮でした。楽しんでいただけてよかったです。八ツ干潟は6月10日にラムサール条約に登録されました。その日を八ツ干潟の日、そして6月を八ツ干潟の日月間として、さまざまなイベントを予定しております。今回のテーマは干潟のためにできることをしようです。詳しくはホームページをご覧いただくか、センターにお問い合わせください。干潟のためにできることを考えて行動することが大切ですね。そうですね。八ツ干潟はこういう都市部にねある干潟なので、人との距離がすごく近いんですね。なのでぜひ八ツ干潟に来ていただいて、まずは生き物を探して楽しんでいただいて、知っていただく、そんなことをしていただければと思います。野鳥可愛かったですね。都心からもアクセスのいい習志野市で豊かな自然に触れられるのはとっても素晴らしいですね。そうですね。私も初めて行きましたが、あまり見ない野鳥がたくさん見られてとても癒されました。バラに干潟と、この時期見どころ満載の習志野市、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。以上、特集でした。続いては菜の花瓶。今回は富津市からつぶすけを使ったあるものが届いています。全国有数の米どころであり、東日本随一の早場米の産地でもある千葉県富津市でも米作りは盛んで、2020年にデビューしたつぶすけも作られています。そんなつぶすけを使ったあるものとは。はい、こちらの純米吟醸になります。こちらは千葉県が開発したお米の新品種つぶすけを使用した、食べても美味しい飲んでも美味しいをコンセプトに、醸した吟醸酒になります。千葉ならではの商品開発に取り組みたいと思いました。つぶすけは千葉県の新品種であり、食用米ということで日本酒にすることで多くの方に知っていただける機会だと思いました。甘みと酸味と香りのバランスが良く、かすかに微発泡感があります。日本酒が苦手な方にもおすすめの飲みやすい一品となっております。こちらの吟醸酒は弊社の直売所で購入できます。またオンラインショップの購入も可能です。さまざまな食事に合わせやすいお酒だと思いますので、千葉の食材と合わせてぜひ一度ご賞味ください。ということで早速いただいちゃいます。つぶすけの甘みとこの豊かないい香りが口いっぱいに広がります。そしてこのかすかな発泡が心地いいですね。おいしそうですね。私も後でじっくりいただきたいです。はい、こちらの吟醸酒について詳しくはホームページをご覧ください。それではプレゼントです。今週はバラ羊羹、ジャム、プリンをセットで5名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項と番組の感想を必ずお書き添えの上ご応募ください。さて、来週の特集は船橋の野菜と題してお送りします。それでは今週はこのあたりで失礼いたします。